お昼ご飯を誰かと一緒に食べようと思ったのだが、カズは部活のみんなと、いぶきも友達と食べるらしく、サナとターニャはそもそも姿が見当たらない。どうしたもんか。あ、とぼとぼと廊下を歩いていると、遠くの方で先輩の姿を発見する。あのさ、今気づいたんだけどさ先輩の履いてる、なんて言うんだっけ、これなんて言うの、タイツというかさ、網なんだねうん、それだけ、ごめんああ先輩、誰かに呼び止められたような、気のせいね。え、あ、ちょっと先輩、幻聴が聞こえるわね。耳鼻科にでも行こうかしら。無視、これはいじめ。あら、ずいぶんと慌ててどうしたの。今気づいたっていう設定は無理があると思うんだけど。まるで私があなたを無視していたような言い方ね。してたから、ガン無視もいいところだったから。へえ、あなたも面白いことを言うようになったじゃない。絶対に認めないパターンだな、これ。それで私に何か用？こう見えても忙しいのだけれど。いや、一緒にお昼どうかなって思っただけだから。あ、ごめんね、忙しいのに呼び止めちゃって。見たところ今日はあなた一人のようね。うん、今日は誰もいないよ。つまりはぼっちだから、私と一緒にお昼を食べさせてくださいと。言い方はともかく、意味はそんな感じだね。神戸を垂れひざまずき、媚びへつらいながら、この癒やしい豚目と一緒にご飯を食べてください、ブヒーと言えたら、考えてあげなくもないわ。そこまでしてもダメな可能性あるんだ。普通に信号を渡っていて引かれる程度の確率で成功するわ。その確率設定は絶対に間違ってるでしょ。はあ、だからあなたは童貞なのよ。なぬ、普通に渡っていたら成功確率は低いに決まっているじゃない。日本はそこまで世紀末ではないわ。じゃあどうするのさ、逆立ち、歩幅前進、引かれるのを待っているようではダメよ。ならどうするか。そもそも渡らない。正解は自分から引かれに行くよ。うん、それもただの当たり屋だね。暴論もいいところだった。そんなこと言ってると一生童貞よ、あなた。世の中の非童貞、根性半端ないな。下手したら童貞どころか命も喪失するわ。仕方ないわね。今からいくつかお題を出すから、その通りにしなさい。したらどうなるの。おはようからお休みまでモテモテよ。よし来い。お手。ワン。お座り。伏せ。プロポーズ。待って、これおかしい。何がおかしいのよ。全部だよ。冷静に振り返ったらおかしくない部分がなかったよ。あぶねえ。先輩が持ってる IC レコーダーに気づかなかったら間違いなく求婚してたわ。あぶねえ。まあいいわ。ちょうど私もお腹空いていたし、一緒に食べてあげる。いいの？先輩忙しそうなのに。大した用ではなかったから問題ないわ。ってことは暇だったんじゃん。どこまでも俺をいじり倒して、先輩はスタスタと歩き出す。チラッと見えた横顔はほんの少しだけ笑みを浮かべているようにも見えた。やっぱり学食の爆裂ハムカツサンド特盛りは絶品だね。いいえ、学食で一番美味しいのは世界が認めた激辛焼きそばパンよ。だからなんでそんなさ、だからちょっと難しい二つ名が全部ついてんの。それ食べる人初めて見たかも。というか先輩、甘党なのによくそんなの食べるな。私、流行りには流されたくないのよ。でもこのパン学食で一番人気だよ。人気があるからってそれが美味しいとは限らないのよ。見てるだけでも舌がヒリヒリするような真っ赤なソースがぶっかけられたパンを頬張る先輩。そのパンの歌い文句が、あのハバネロを超えた衝撃の味でサンズへゴーだもんな。絶対食えねえな。それにしてもあなた案外友達少なかったのね。今日はたまたまだから、普段はそんなことないんだって。
あなたは友達だと思っていても相手がそう思っているとは限らないのよ。不安になるようなこと言わないでよ。あなたのためを思って言ったのよ。そもそも友達を作ろうという考えそのものが間違っている可能性もあるわ。先輩と俺は友達じゃないの？友達かと言われると認めたくはないわね。そっか。仲がいいからって何も友達である必要はないと思うの。それ以外、いえそれ以上の関係だってあるはずよ。例えば？それは自分で考えなさい。友達以上？なんだろう、親友だと言い方を変えただけだし。あ、俺の顔に何かついてる？いいえ、今日の夕飯の献立について考えていただけよ。あ、そっか。一人暮らしだと全部自分でやらなくちゃいけないから大変だね。同じ学園に年下で彼女のいない和菓子屋の跡取り息子はいないものかしら。それと一人暮らしの大変さにどんな関係が？有名な占い師にこの条件の男性と結婚すると言われたのよ。へえ、世界でこの条件に当てはまる男俺以外にいるんだろうか。見え切らない反応ね。あ、いや、先輩って占いとか信じてなさそうなイメージだったから。自分に都合のいいものだけ信じるようにしているの。うわー、さすがすがすがしい。この占い師も初めはろくなことを言わないから泣かせてやったわ。泣かせちゃったの？お金を払って憂鬱な気持ちにさせられるなんて我慢ならないもの。安心して、法律には触れない程度に済ませたから問題ないわ。つまり泣かせた以外にも法を意識するような何かをやったってことだよね。とりあえずまだ生きていることを願うばかりだ。途中からは私の言ったことをそのまま復唱させて。占われてねえ。どんな状況だったのかこの目で見てみたいわ。そういえば、思い出したというように先輩がわざとらしくポンと手を打った。占い師に言われて注文した組み立て式の本棚が明日届く予定だったのを忘れていたわ。本棚？何でも例の条件の男性と組み立てると世界に平和が訪れるらしくてね。本棚の影響力すげえ。そんなわけで世界の平和のため明日私の家に来なさい。どこまでが本当かはわからないけど、明日本棚が届くのは本当っぽいよな。先輩一人で組み立てるのは大変だろうし、予定もないから断る必要もないだろう。わかった、時間は昼過ぎくらいでいいかな。大丈夫よ、あなたの勇気ある決断に感謝するわ。ただ他の人、特にあなたの妹さんにこのことを知られると第三次世界大戦が勃発する危険性があるの。サナは核のスイッチでも持ってるの？私からすれば存在が核みたいなものよ。意味がわからないよ。それだけ厄介な存在ということよ。とにかく明日は絶対一人で来るように。わかったわね。わかった。約束をしたところで時間もなくなってきた。そろそろ戻らないと。また明日ね、先輩。ええ、また明日。少々強引だったけれど、約束さえ取り付けてしまえばこっちのものね。それにしても彼、一人暮らしの女性の家に行くことの重大性を理解しているのかしら。しているような人だったら今みたいな関係ではなかったでしょうね。まあ匠からしたら本当にただ一人で組み立てるの大変だろうなくらいかな。まあいいわ、今はただの先輩でも明日から意識させればいいだけのこと。あ、帰りにホームセンターへ寄らないと。けなげだね。